当時の69年版でございますけれども、天候は、晴れてはいたんですけれども、こんな青空は見えませんでした。花曇り、と言いますか、いわゆる春霞が霞んでいて、なかなか見通しが効かない状況でありました。まあ、そんなことから、後々のこれは米軍の規律で、分かったところでございますけれども、この4月12日には中島飛行機の武蔵製作所を目標にですね、空襲をしようということで、B-29 が114機、そしてそれを援護する戦闘機 P-51 が90機という体制で、空襲を行ったということでございますけれども、そんな花の森の時でございますので、目標がなかなか定まらなかったということから、これはレーダーによる攻撃をしようということでやったところで、ございます。そんなことで爆弾もそれて、この地にも多くの爆弾が落ちたということだと思います。まあ、そんな背景を、この駅前の土地とは別にちょっと離れたここから西に400メートルぐらいいたところでございますけれども、私の自宅に落ちました。私の敷地内に2発の飛び弾が落ちたんでございますけれども、その1発目の方には、これは私の兄弟あるいは、おばあちゃん等が防空壕に入って、私のおばあちゃんとそして親戚から強制疎開で来ていた親戚のおばさん親子赤ちゃんとおばさんが防空壕の中でいた。それから私の手前妹2人、弟1人でございますけれども、これは当時も近くに爆弾落ちると防空壕も崩れるというようなことから、防空壕の上に布団をかぶって避難していたんだそうでございますけれども、まあ、そんな状態のところへ1トン爆弾が落ちました。まあその時には本当にひどいのは100メートルぐらい離れたところに死体が落ちたというようなこともあってですね、爆弾の非常な強さを感じたところでございますけれども、まあ私も16歳の年でございましたが、工場に動員で夜勤勤務で朝帰ってきてですね、寝ていたところを空襲で起こされて、廊下で布団をかぶっていたというところだったんですけれども、まあ、そんな中でこの空襲をして、父親がですね、爆弾が落ちるぞというような声を聞いたんです。それで、これ近いのかなというふうなことで思ったわけですけれども、中島の製作所の爆弾が落ちる時にはですね、爆弾の音がゴーッてスーッとすぐに消えるんですよ。ところがその日はもうそのゴーがですね、いつまでも続いている。本当に長い時間、まだ通り過ぎないのか通り過ぎないのかというような気持ちで、ような状況で、本当に長くゴーという音がですね聞こえたんです。だからその音が本当にもう長いので、これはもう実際に危ないというような気持ちと同時にですね、家の中へ駆け込んだのか、あるいは爆風で飛ばされて家の中に、中まで飛ばされたのか、全く記憶がないんですけれども、気がついた時には、
うちの座敷の中にですね立っていました。それはもう辺り真っ暗、土ぼこりです。本当に一寸先も見えないというような状況でございました。まあ後から気がつけばですね、すぐ元その防空壕のところに落ちた、爆弾よりもですね、元その2つ目の爆弾が尾身街道筋に落ちた、その方がよっぽど近く、私のいたところから10メーターか15メーターぐらいのところに、大きなすり鉢型の穴が開いてました。まあ、そんなことで、まあ、その落ちた瞬間はそこに落ちたのは分からなかったんですけれども、爆弾が落ちたということですぐに防空壕の方へ飛んでいったんですけど、まあ、そこももちろん大きな15メーターから20メーター近くの直径で、また深さもそのくらいあるような大きな穴が掘れていました。そんなところでですね、どこに人がいるのかもう全くわからない状況でございましたが、近所の人たちのお世話で、まあなんとか掘り起こすことができ、子どもたちはあちこちに100メーター、50メーター、30メーターぐらいのところでですね、拾われていました。まあ、そんな状況を経験しましたが、本当に一瞬にして、こうした風習というものが財産、生命を奪っていくというような悲惨な体験をしたわけでございます。まあ、そんなことから本当に戦争というものは正義はない、悪いこともいいことも戦争は全くしてはいけないことだというようなことから、こうした平和活動に対することについてもなんとか協力をしていきたいというような気持ちでいるわけでございます。どうか一つ皆さんもですね、こうした、まあ、先ほど言ったような本当に真っ暗闇の状況の中ではですね、もうこれで私も終わるのかな、死ぬというのはこういうことなのかなというような気持ちに、なりました。本当に明るくなって初めて我に帰ったというふうな状況もあったわけでございますので、まあ、そうした悲惨な光景が今後起きないように皆さんのご協力を心からお願いして、一言ご挨拶に帰りたいと思います。ありがとうございました。続きまして、公務忙しい中、お越しいただきました、西東京市長、参りました。どうもおはようございます。末期市長、そしてまた西東京市長、ご臨席の中で、現職ということで一言だけご挨拶させていただきたいと思います。今、浜野大先輩のお話を伺いながら、実はうちも父も早稲田の理工学部出て、中島飛行場で、技術という形で、仕事をして、ただしのこの4月12日の話は父から、そしてまた祖父からも聞いた記憶がございます。上芝居まさに今山野さんがお話のような現体で原風景が多分語られるんではないかと思います。今日こういう形で未来の塔の前で、供養させていただくこと、そしてまた今日ご参集の皆様方、重ねまして、一緒にご供養させていただくことを感謝いたします。そしてまたこの田無平和の会、高崎代表をはじめとしてこの準備に関わっていただいた方に関しましても重ねて、感謝いたします。どうもありがとうございます。それでは開催したいと思います。お願いいたします。
Yeah, I'm gonna be right here.